お前の役目終わったから離婚で。実は介護要員で結婚させたの。義父が亡くなっても涙を見せなかった和樹と義母の目から笑いすぎて涙が溢れる。これからのことだけど、夫婦として最初からやり直そうか。私がそう尋ねたら、あっさり離婚を言い渡されたのだ。これからラブラブな新婚生活を取り戻そうってか？嘘だろ？ないない、笑わせんなよ。義父の葬式が終わったばかりだというのに、義母は早速離婚届を突きつけてくる。10年も和樹をほったらかしにしていた嫁なんていらないもん。旦那様をまず第一に大切にしないと嫁失格よ。わかりました。ではマンションをすぐに出て行きますし、離婚届は私が提出しておきます。さようなら、和樹さん、お母さん。丁寧に一礼し、和樹らに背を向けた。強がってる。泣くの我慢してる。背後で和樹らが盛り上がっていた。楽しく笑えるのは今だけだと彼らは知らないのだ。ご愁傷様、歩きながらつぶやいた。私は富田舞子、37歳、結婚して10年になる主婦だ。地元の企業に就職して5年勤めていたが、結婚を機に退職している。退職後は専業主婦として付きっきりで義父の介護をしてきた。体の不自由な義父の世話を丸10年してきたことになる。長かったな。でもあっという間だったな。と義父の葬儀中に目を伏せて10年間の思い出を振り返った。義父は就職先の社長だった。小さくはない会社なので、まだ配属部署の先輩くらいしか顔がわからない中、よく声をかけてくれる年配の男性がいた。垂れ目でほんわかした雰囲気のその男性はニコニコしながら会社内をふらついていて気になる存在だ。どう？仕事慣れた？新入社員の私にコーヒーを手渡し、ゆっくり慣れればいいよと微笑みかけてくれる。このおじさんはいつもフラフラしていて自分の仕事をしないのかな？と不思議に思っていたら、なんと社長だと先輩が教えてくれた。そう言われてみれば、入社式で挨拶していたり、社内報に写真があったりした気がする。言い訳をすると、社長として人前に立つときは威厳を感じられたのに、普段は気の優しいちょっとぼんやりしたおじさんにしか見えなかったのだ。まさか社長だったとは。失礼なことを言っていないだろうかと心配になった。オープンしたてのカフェが美味しかったことや、おすすめの漫画を気軽に教えてしまったことを思い出し、頭を抱える。ところがフランクに接していた私を社長は気に入ってくれたらしい。舞子さんみたいな女性がうちのお嫁さんになってくれたらありがたいな。仕事や趣味の話をするうちに、そんな誘いまで受けるようになった。当時の私はまだ就職したばかり、まだ結婚する気はない。ただ社長に誘われて息子さんの和樹も交えて何度か食事をしていた。結婚する気がないとはいえ、優しくて控えめな和樹に好意は抱いている。わあ、このマグロ美味しいですね、和樹さん。あ、そうですね。口数が少ないけれど声をかけると必ず微笑んでくれる和樹。彼はこの時28歳で、たった6歳の年の差でこんなにも落ち着き大人びてるものかと憧れていた。和樹も同じ会社で働いている。社長のご子息なのに平社員で、職場でもおとなしく目立った様子はない。そんなところもまたかっこいいと感じた。この関係が変わったのはそれから約5年後だ。社長が病気で倒れた。幸い命は助かったと聞いてほっと胸をなで下ろす。でも1月2月と経っても職場に復帰はせず、どうやら後遺症がひどく、未だ入院中とのことだ。
社長、大丈夫かな。一社員の私は、ただ社長の身を案じることしかできない。ところが、和樹から思いがけない申し入れを受けた。結婚してくれないか？え？結婚？私たちはまだ交際すらしていないので、戸惑いが大きい。ごめん、びっくりしたよね。でも、舞子さんも父さんのこと聞いてるでしょ？あ、ええ、あまりよろしくない、とか。和樹の表情が曇った。けれど、すぐに顔を上げて、いきなり私の手を握りしめてくる。そうなんだ。だから、こんな時だからこそ、父さんを安心させたい。父さんは舞子さんのことを気に入っていたからね。俺たちが結婚となれば、喜んで元気になるかもしれないよ。いたずらっぽく、和樹は笑った。で、言うのは、まあいいわけで。父さんが病気になって、俺も不安な時、真っ先に思い浮かんだのが、舞子さんの顔だったんだ。父さんと飯に行けないってことは、もう舞子さんと会う口実もなくなっちゃうし、さ。照れくさそうな和樹。いつもは寡黙な彼が、こんなにもストレートに思いをぶつけてくれて感激してしまった。だから、突然のプロポーズへの答えは、イエス。社長が運命の赤い糸をつないでくれたのだ。そうして、スピード婚をした途端、和樹は本性を現す。結婚の報告のため、社長である義父の病室を訪ねた時だ。腰を落として義父の顔を覗き込み、結婚しました、と声をかける私を見て、和樹は、ぷっと吹き出す。そんなかしこまんなくていいよ。どうせ親父、わかってないから。驚いて和樹を見やると、ニヤニヤと笑っている。優しい微笑みは消え、落ち着いていたはずの声まで、やたら嫌味っぽい。だって見てみ、この人、よだれ垂らしてんの。汚いね。体中の血液が心臓に集まるようだった。胸がきつく締め付けられ、鼓動が速くなる。とっさに、枕元のティッシュを引き抜き、義父の口元を拭った。ああ。義父は病気の後遺症で喋ることもできない。この先、回復したとしても、半身に麻痺が残ると医師から説明されている。ただベッドに横たわり、瞳だけを動かして、あ、う、と意味のない声しか発せないのだ。お気に入りの舞子さんにお口拭いてもらえて、親父、喜んでるよ。和樹は囃し立てる。いや、親父、ボケちゃったな。図体だけおっさんだけど、中身は赤ちゃんじゃん。みっともない。ついこの間まで、父さんはきっと回復する。父さんは病気になんか負けない強い人なんだ。と、和樹は希望を口にしていた。まるで別人に見える。言いたいことは山ほどあったのに、あまりの変わりように驚きすぎて、声が出せなかった。和樹との新居として、バリアフリーの新築マンションがすでに用意されていた。後になって私に介護をさせるためだと悟る。結婚して間もないある日、義母が新居を訪ねてきた。そして困ったような口調で縁に臭いセリフを吐く。そろそろお父さんが退院するのよ。でもね、リハビリしてるけどまだ体もあんまり動かないし、何より喋れないしボケてるのよ。ああ、どうしたらいいのかしら。おっとりした義母は少しぶりっこ気味に体をくねらせる。返事をせずにいると義母はちらりと私を見た。ねえ、このマンションはバリアフリーでしょ？ここでお父さんを見てちょうだいよ。え？いいことを思いついたとばかりに義母は両手をたたいた。それがいいわよね。だって、うちに帰ってきてもバリアフリーじゃないから生活が大変だもの。せっかくリハビリしてちょっと体を起こせるようになったらしいのに、お風呂の時とか段差で転んだら大変よ。それに私って介護なんてしたことないし、何したらいいかわからないもん。妙に甘ったるい語尾にイラッとする。だから舞子さん、お願い。
上目遣いで頼まれた。60歳ほどの義母がわざと可愛いことをしても私の心は動かされない。まだまだ体が不自由なのに自宅で素人がお世話するのは難しくないですか？施設は。言いかけたところで義母がくわっと目を見開く。ダメよ、お父さんを施設に捨てるなんてかわいそうじゃない。舞子さんってそんな薄情な人だったの？お父さんは舞子さんのことをとっても可愛がっていたのに、そんな舞子さんからあっさり捨てられちゃうなんて。いくらお父さんがボケてるからって言っていいことと悪いことがあるわよ。お父さんが知ったら悲しむわ。さめざめと泣き出した義母をなだめているうちに、マンションで私が介護するとなぜか決められてしまった。かなり一方的だったけれど、義父のことは慕っているので自分ができることはしてあげたい。ただ介護の経験がないため不安だっただけで、ヘルパーも頼めるからなんとかなるだろう。義父のために部屋を整え、とうとう退院の日を迎えた。義父は入院中に熱心にリハビリし、麻痺していない側を動かせるまで回復している。けれど意思の疎通は少々困難だ。やはりあ、うとしか声を発せない。それにこちらの言葉をあまり理解できていないようにも感じる。もう元の優しい義父と以前のようにおしゃべりはできないのかもしれない。自宅マンションに義父を迎え入れてやっと落ち着いた頃、時計の針は夜10時を指していた。あれ、もう夜。和樹さん遅いな。これまで和樹は無断外泊なんてしたことがない。けれどその夜、結局和樹は帰宅しなかった。義父が退院してきたというのにどこへ行ったのだろう。翌朝、心配と不満の入り混じった感情で和樹に電話をかけた。和樹さん、今どこ？ああ、実家泊まった。なんで？と尋ねる前に和樹が理由を口にする。俺がいない方が舞子さんも楽かなと思って。俺しばらく実家にいるから、舞子さんはちゃんとしたご飯を作らなくていいよ。掃除も適当でいいから楽だよね。何を言っているのか理解できない。黙っていると和樹は続けた。ほらさ、世話する人数が2人より1人の方が助かるでしょ。俺のことは気にしなくていいから。え、お父さんをお世話する人数は多ければ多いほどいいよ。電話の向こうで和樹は呆れたように笑った。ちょっと何勘違いしてるの？俺は世話をする側じゃなくて世話をされる側ね。わかる？だってさ、俺めっちゃ忙しいの。親父がいきなり倒れたもんだから会社はバタバタだよ。息子の俺が会社をどうにかしないといけないんだ。めっちゃ忙しい俺のサポート舞子さんはできる？早口で言い切った和樹、いきなりの主張に戸惑ってしまう。すると私を服従できたと思ったのか、和樹は嫌味っぽい喋り方をやめて優しく囁いた。舞子さんと結婚してよかった。舞子さんになら大切な親父を任せられるからね。俺は親父の会社を守るために頑張るよ。お互い離れていても親父のために努力しよう。その時はなんだかいいことを言われたような、ただ丸め込まれたような、とにかく頭が追いつかないまま話は終わった。でも和樹の立場はわかる。ついこの間まで気楽な平社員だったのに急遽全責任を背負うのだと考えたら大きな負担だろう。実の親が倒れて会社の責任までのしかかる。和樹も大変なんだと純粋に応援していたのは最初の半年程度まで。半年後も1年後も和樹は自宅のマンションに帰ってこない。仕事が忙しいんだ、頼むから今は仕事だけに集中させてくれ。親父の会社を守りたいんだ。仕事と言われてしまえば私が反論できないと和樹は思っていそうだ。仕事がと力強く語る和樹は少年漫画に出てくる熱い男みたい。本当にそれほど身を粉にして奮闘しているのだろうか。慣れない義父の世話に追われ、和樹の助けがあればと涙する夜もあった。それでも1年
2年と時が過ぎていくと、私の中で和樹の存在は薄れ、いてもいなくても気にならないように。気がつけば10年もの月日が流れていた。義父の世話を引き受けて10年目のある日、義父は眠るように亡くなった。もうすぐだろうと覚悟していたとはいえ、涙が止まらない。盛大な葬式には大勢の人が参列し、義父は親しい人らに見守られ、あの世へと旅立つ。最後に義父の偉大さと多くの人に慕われていた事実を知り、感謝の気持ちがあふれた。義父が病に倒れてから10年、思い返せばあっという間だったとしみじみ感じる。火葬まで済ませ、やっと落ち着いたところだ。火葬場の駐車場から突き抜けるような青い空を見上げ、義父と過ごした日々の思い出に浸っていた。ああ疲れた。そこへ肩をぐるぐる回しながら和樹がやってきて、私の背中を小突く。お前がでっかい葬式をやりたいって言うから大変だったじゃん。和樹のそばにいた義母も深いため息をついた。ほんとよ、舞子さんって見えっ張りなのね。義父の生前を考えたら妥当な式だ。見栄を張って盛大にしたわけではない。実際に広い式場は弔問客でいっぱいだった。でもさ、香典めっちゃもらえたね。どっかの社長とか結構来てたみたいだよ。中見たら10万も入ってたわ。こんなことなら社長限定葬式とか、入場料として香典5万以上とか、ルールでも作っておけばよかったね。楽しげに和樹は笑う。義母もやだ明暗と続いた。義父が亡くなったばかりだというのに、彼らは涙一つ流していない。これからのことだけど、和樹さんはマンションに戻ってくる？夫婦として最初からやり直そうか。冷静に切り出した。するとキョトンとした顔で和樹と義母は固まり、しばらくしてからどちらからともなく大笑いする。和樹はお腹を抱えてヒーヒーと苦しそうにしながら私を指さした。これからラブラブな新婚生活を取り戻そうってか。嘘だろ。ないない、笑わせんなよ。笑いすぎて和樹の顔は真っ赤に染まった。お前の役目終わったから離婚で。実は介護要員で結婚させたの。義父が亡くなっても涙を見せなかった和樹と義母の目から涙が溢れる。もちろん悲しみの涙ではなく笑いによる涙だ。彼らの汚い涙を目の当たりにして、やっぱりなと悟った。もう情け容赦しない。離婚でいいのね。念押しする。涙を拭って和樹は軽く答えた。うん、離婚で。和樹が何やら目くばせすると、義母は思い出したように自身のバッグを探る。そして雑に小さく折りたたまれた離婚届を取り出したのだ。はい、舞子さん、これ離婚届ね。和樹のところは書いてあるから、あとは舞子さんが書いてちょうだい。準備が早いですね。だって10年も和樹をほったらかしにしていた嫁なんていらないもん。和樹のお世話を私に任せきりにしておいて何とも思わない？旦那様をまず第一に大切にしないと嫁失格よ。愚妻とは早く縁を切らせてしまいたかったの。義母の失礼な発言に怒りもせず、黙って離婚届を受け取る。舞子さんって物分かりだけはいいのよね。お父さんの介護もやってくれて、離婚もすんなり受け入れてくれて、本当にいい子だと思うわ。どうせ都合のいい子という意味に違いない。ああそうそう、早くマンションから出てってな。あそこバリアフリーだけあって家賃が高いんだよ。親父の口座から引き落としにしてたけど、家賃のせいでだいぶお金減ってそうだな。まさか10年も生きると思わなかった。ああボケたまま生きてて何が楽しかったんだろう。施設に入るよりバリアフリーマンションを借りた方が安上がりとはいえ、無駄に長く生きられると本当に迷惑よね。腹の中では怒りがぐらぐらと煮えたぎっている。でも
今は無用な争いを避けたいので、澄ました顔をしていた。わかりました。では、マンションをすぐに出て行きますし、離婚届は私が提出しておきます。さようなら、和樹さん、お母さん。丁寧に一礼し、和樹らに背を向ける。強がってる。泣くの我慢してる。こらこら、和樹、笑っちゃダメよ。舞子さんがかわいそう。あ、母さんも笑ったじゃん。だって。背後で、和樹らが盛り上がっていた。楽しく笑えるのは今だけだと、彼らは知らないのだ。ご愁傷様。歩きながらつぶやいた。ギフトの思い出が残るマンションから離れるのは少し寂しいが、翌日には引っ越しした。即日対応してくれる割高な引っ越し業者に頼んででも、和樹らから早く離れたい。離婚届ももちろん提出した。新たなマンションはギフト暮らした部屋より狭いのに、もっと広く感じるのはなぜだろう。二ほどきしていない段ボールが壁を埋め尽くしている。そろそろ二ほどきを始めようかと考えていた引っ越し三日目、和樹から電話がかかってきた。スマホのディスプレイに和樹の名前が出ているのを見て、めんどくさいなと二三度無視する。でも切れてから一分と経たずにまた電話が鳴るのだ。この調子ではしばらく諦めないだろう。のっぴきならない事情があるのだと察し、仕方ないので通話ボタンを押す。お前、今どこ？一体どこに消えたんだ？さっさと帰ってこい！早くマンションを去れと言ったのは和樹なのに、もう忘れたのか。何やら怒鳴り散らしていて、うまく聞き取れない。義母のわめき声も、後ろからギャーギャーと聞こえる。とにかく、義実家まで来いとのことだ。憂鬱だけど、一度、顔を見て話す必要がある。義実家を訪ねるや否や、インターホンも押していないのに、玄関が勢いよく開いた。お前、どの面下げて帰ってきた？和樹が早速、戦闘モードでお出迎えだ。マンションを出て行けと言ったのも、今ここに呼び出したのも、和樹さんだよ。ボケたのはお父さんじゃなくて、和樹さんだったんじゃない？しらけた表情で、投げやりに吐き捨てる。目を見開いて、口をパクパクさせる和樹の髪の毛が今にも逆立ちそうだ。この程度のことで怒りをあらわにされては、ある事実なんかを伝えたらどうなるだろう。あまり刺激の強いことを言ったら心臓発作でも起こしそうだ。まあ多分その事実に気づいたからこそこうして呼び出されたのだと思う。彼がどうなろうと関心がないので、ちゃちゃっと話を始めるとしようか。要件は何？肝心なことを思い出した和樹は大きく息を吸い込む。わなわなと震える右手の人差し指を私に突きつけた。親父の金どこやった？ないんだよ、銀行にも、お前らが住んでたマンションにも。興奮している和樹とは反対にあっけらかんと答える。ああ、お父さんのお金は私が持ってるよ。やっぱりお前が盗んだのか、この泥棒、俺の金返せ！和樹は怒りに満ちて飛びかかってきそうだ。でも私は泥棒ではないので動揺しない。俺の金？元はお父さんのお金でしょ？ずうずうしいことを言わないで。なに？あまりの怒りで和樹の声がひっくり返る。義母もその横でわなわなと震えていた。心臓発作も冗談にできないほど彼らの顔が真っ赤に染まる。息が非常に荒く、うまく言葉も出てこないらしい。それにね、お父さんのお金は今は私のお金だから。あんたこそ勝手なこと言ってんじゃないよ、この盗っ人め、金返せ！義母が金切り声で叫んだ。さて、彼らに紛れもない事実を突きつけてやるとしよう。残念ながら返す必要はありません。だってお父さんから生前に贈与していただきましたから、正式に私のお金なんです。和樹と義母は声にならない悲鳴を上げた。恐怖におののくような
心底軽蔑するような視線を私に向けられる。ボケた親父を騙したのか。和樹さんたちは本当に何も知らないのね。お父さんはボケてなんかいなかったよ。嘘だ。親父はわけもなく、ああ言ってるだけでキモかったじゃん。完全にボケてただろう。お前、親父がボケてんのいいことに好き勝手してたんだな。呆れて話もしたくない。今更8年も9年も前のことを教えてあげないとわからないのだ。お父さんは本当にボケていなかったの。病気の後遺症で声が出にくくて意思の疎通も難しくなっていただけ、会話ができるほど回復するには時間がかかったけどね。嘘だ、知らない。ため息をついて口を開く。お父さんの状況は逐一お伝えしていたよ。でも電話で話しても、はい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 、俺は仕事が忙しいからと聞いていなかったのは誰？いつだって電話して10秒以内に切られてしまう。だから私は毎回挨拶もなく、お父さんが話せるようになったよと要件を素早く伝えるようにしていた。それでも和樹の耳に届いていなかったらしい。報告の連絡なんてどうせ介護してるアピールがうざいと思っていたのだろう。嘘だと思うなら病院に確認したら？それと私から和樹さんに電話だけじゃなくてメールも送ってた。もしかしたら和樹さんは見もしなかったかもしれないけど、送信履歴は残ってるからね。お父さんがみるみる元気になっていったのは本当だよ。会話はもちろん杖をついて歩けるし、左手で簡単な料理をしたり字だって書けるようになってた。回復したギフと一緒に料理したり旅行したりと楽しんだ日々を思い出す。最初は先の見えない介護を私一人に押し付けられ少々絶望していたが、だんだんと意思の疎通ができるようになると嬉しくてたまらなかった。お父さんはしっかりしていたよ。だから遺産についても亡くなる前からちゃんと考えていた。薄情な和樹さんやお母さんに残して食いつぶされるより、ずっとそばで支えた私に生前贈与したいってね。義母は胸を押さえて苦しそうにしている。和樹が叫んだ。でも俺の親父だぞ。俺の親父の金を他人が持ってくなんておかしいだろ。そうだね。赤の他人が親の遺産を持っていくなんて許せないよね。でも私たちはついこの間まで夫婦だったんだよ。もし和樹さんが私を真っ先に捨てなければ、私が生前贈与されたお金だって家庭のお金として使えたかもしれないね。お父さんの大金を受け継いだ妻の私を捨てたのは和樹さんなんだよ。和樹は赤かった顔を今度は青く染めて頭を抱える。でも大丈夫、お父さんの遺産を全てもらったわけじゃないから。飛びかかる勢いを失い、めまいを起こして目の焦点が合わない和樹と義母、彼らににっこり微笑みかける。この家まではもらってない。和樹さんが生まれた時からお父さんと過ごした大切な家だもんね。こんな古い家なんか。義実家は町の中心部から離れた自然豊かな場所に古くから建っている立派な日本家屋だ。ただしこの10年は手入れされていなかったようで、あちこちにガタが来ているのが見てわかる。え？待って、この家までってことはまさか。義母が重要なことに気づいたようだ。ええ、他の家や土地は私がいただきました。にっこりと笑って答える。義母はヘナヘナと腰を抜かした。そんな、ここ以外の他の土地は栄えたところにあるから価値があるのよ。でもこの家の周りだけは開発が進まなくて、いくら土地だけだだっ広くても価値なんかない。お金に代えがたい思い出が残ってるじゃないですか。優しく義母に声をかける。ふざけないで、思い出なんかより金よ金。まとまった遺産が入ったらこんなボロい家なんか捨てて豪邸に引っ越そうと思ってたのに。手放すつもりだったから家の手入れもせず適当に暮らしていたらしい。威勢よく叫んだものの、義母はもう体に力が入らないようだ。床にうずくまっておうおうと泣き声を上げる。
当てが外れてしまいましたね。家も随分傷んでいるようですから、住み続けるにしてもリフォームが必要そう。引っ越すにもお金がかかりますしね。仕事をして稼ぐしかないんじゃないですか。和樹が顔を上げた。そうだ、仕事だ。俺には会社がある。俺がコツコツ働かなくたって、下っ端社員どもが動いてくれるじゃん。金が湧いてくるシステムがもう出来上がってんだ。もっと規模を拡大させて、もっともっと俺に金が上がってくるようにすれば。東京に支社を作ればいいのか、海外進出か。取らぬ狸の革残業を始めた和樹。和樹は義父が倒れた後、平社員から一気に社長へと肩書きを変えている。会社をうちでの小槌か何かと勘違いしているようだ。いやいや、まずは手っ取り早くリストラだ。いらない下っ端は切り捨てて、精鋭部隊だけを残せばいい。なんか一人で10人分働くすごい奴がいるとか聞いたことがあるな。そういう奴らだけ10人残せば、社員100人雇ってるようなもんじゃねえか。俺、頭いいな。経営の才能あんじゃん。今まで会社に関わってこなくて、失敗したな。突拍子のない発想で、和樹は明るい未来を見出した。この人が、形だけとはいえ社長で、よく10年も会社を存続できたものだ。彼自身も言った通り、社長とは名ばかりで、仕事なんか一切せず、何から何まで社員に任せきり。だから会社は持ちこたえてきたのに、この考えの和樹が口を出したら、倒産まっしぐらに決まっている。その10人分も働く社員さん、私もお父さんからよく聞いてるよ。でも、そんなすごい人、ほんの一握りだからね。都合よく天才が10人もいるわけない。それにね、明暗を否定された和樹は、ムッとして眉根を寄せた。気にせず、次の言葉を放つ。その天才さん、新しく会社を立ち上げたから、和樹の会社を辞めるはずだよ。え？会社に関わってこなかった和樹すら、その存在を知っている。それほど社にとって重要な人物なのだ。彼が抜けたら困ると、和樹でもわかるだろう。さらに、私の話には続きがある。ろくに仕事もしないで、お金ばかり吸い上げる社長がいる会社に、いつまでもとどまりたいと思う社員はいるのかな？いるわけないよね。そんな会社に未来はないもの。和樹は言葉の意味を理解したのか、もう聞きたくないとばかりに耳を手で塞ぐ。天才じゃなくても誰だってわかることだよ。お父さんには復帰の意思があった。結局叶わなかったけれど、社員のみんなはお父さんの帰りを待っていてくれたんじゃないかな。でもお父さんもいよいよ危ないとなってきた頃、新たな会社設立の話を進めていったんだ。耳を塞いだ和樹は、あーあーと無駄に大きな声を出している。私の声を聞きたくないのに聞こえてしまうらしく、耳に届かないよう必死だ。その耳がもっと前から私や周囲の声を聞いていれば、これほどの惨事は防げたのに。新会社が求人を出す前から、ぜひ働きたいって人がたくさんいるみたい。未来のない会社から抜け出したい人たちが、ね。違う、俺が社長だ。辞めるなんて許さないぞ。あら、下っ端は切り捨てるんじゃなかったの？リストラする手間が省けるよ。和樹はまた耳を塞いで、わーっと叫んだ。経費削減できるならよかったね。人件費ゼロだよ。まあ、売り上げもゼロになるけどね。額からだらだらと汗を流す和樹は、呼吸が乱れ、自身の体を抱きしめるように強く力を込める。丸まっている義母の隣に、そのまま尻餅をつき、笑っているのか泣いているのかわからないぐちゃぐちゃの顔で私は見上げた。俺から金も会社も全部奪うのか。私は顎を上げて和樹を見下す。愛してもいない私を騙して結婚し、あなたの親の介護のために10年もの時間を奪ったんだよ。和樹さんとお母さんが。確かに和樹らに騙され、10年も義父を世話した。その苦労は簡単に言い表せない。体も心も辛かった。でも、義父がだんだんと回復していくにつれて、そばにいられることが幸せだと気がついたのも事実だ。義父は和樹らの愚行に報いるため、
私にほぼ全財産を譲ったのである。すべてはカズキらの自業自得、当然の結果だ。私の豪邸、贅沢三昧の老後、俺は社長、社長だぞ。未だにそんな上事を繰り返す。自分のことしか考えられず、他人を捨て駒のように扱う彼らはいずれ破滅する運命だったのだ。さようならと言ってやる価値もない。床にへばりついている彼らを一別し、無言でその場を去った。まず、義父が社長として現役の時、和樹は息子なのになぜ平社員だったのかといえば、彼が非常に頼りなく、お世辞にも仕事ができるタイプではなかったからだ。義父が倒れて会社が混乱していたどさくさに紛れて、和樹はしれっと社長の椅子に座ったらしい。これまで義父に頭が上がらずおとなしくしていたが、とうとう自分が輝く時代がやってきたとすっかり偉くなったのだ。態度だけ大きくて中身はチャランポランのままだけど、義父が亡くなってから3ヶ月後、もちろん和樹の会社は倒産した。意外にも保ったなと不思議に思う。どうやら最後の悪あがきをしていたようだ。舞子さん、執念で調べたのか、突然私の前に和樹が現れた。彼はすでに泣いている。頑張ったんだ、頑張ったんだけど、だけどダメだった。会社は借金を抱え、とても存続できる状態ではなかったけれど、会社を畳みたくなくて、なんとかお金を作ろうと努力したとのことだ。1ヶ月後には預けた金が10倍になるっていうから、借金までしたのに、信じていた投資サイトが詐欺だったみたい。彼はバカ、いや、とっても純粋。だって社長でいたかったんだ。やっぱり社長じゃなくなったら、お店の女の子たちが冷たくなったじゃんか。どうせ若い子なんかみんな金目当てだもんな。なんと社長にこだわった理由は女の子にモテるため。浅はか、いや、とっても純粋。舞子さんは金に目がくらんだ女じゃないよね。親父のことを押し付けちゃったから怒ってるだけで、本当は俺のこと好きなんだよね。ね、たとえ社長で莫大なお金を持っていたとしても、和樹だけは受け付けない。生理的に無理だ。結婚した時にはあなたに愛情があったよ。舞子さん、一瞬にして和樹の目が輝く。でもこの10年であなたへの愛はカラッカラに干からびた。もう顔も見たくない。私の前に現れないで。え、そんな、俺にはもう舞子さんしかいないのに。俺一人ぼっちだよ。和樹さんにはお母さんがいるじゃない。何気なく口にすると、和樹はしょんぼりと肩を落とした。母さんはもういない。和樹の目からまた涙がにじむ。母さんは外国の大富豪からいきなりプロポーズされたんだ。よくわかんねえアプリかなんかで出会って、すぐのプロポーズだからびっくりしたけど、母さんってそれなりに美人だからな。富豪のじいさんが来日するための金を振り込んでやって、じいさんの到着まで待ちきれない母さんは空港に近いホテルで暮らし始めちゃった。俺を助けるためには借金してくれなかったのに、富豪のじいさんのためには借金して大金用意しちゃうんだ。笑っちゃうよな。で、俺なんか邪魔だからいらないんだってさ。俺を捨てた母さんは今頃贅沢な老後ってやつを過ごしているかもね。にじんでいた涙がつーっと和樹の方を伝う。私には関係ない。和樹を冷たく突き放すと、すっかり気力を失っている和樹は感情のない笑いを薄く浮かべた。笑いながら涙を流す。金もない、権力もない、俺は一人ぼっち。大丈夫だ、和樹は一人ぼっちにならない。義母は和樹のもとへきっと戻ってくるだろう。外国の大富豪が日本のよく知らないお年寄りに大金を要求してくるわけがない。そのうち義母が泣きついてきて、和樹も義母も
騙されたと気づくはずだ。哀れみの目を向けて、和樹を残し、私は歩き始める。待って、置いてかないで、一人にしないで。後ろから、力の抜けた情けない声が聞こえたが、絶対に振り返らなかった。その後、私はリハビリを補助する仕事についている。生前の義父から大金を贈与され、つつましく暮らせば働く必要もない。でも、義父が残した言葉を思い出すと、のんびりしていてはもったいない気がするのだ。舞子さんはまだまだ若い。未来がある。和樹と離婚して、すぐにでも自由になれるよう、義父から背中を押されたこともあるけれど、私はその道を選ばなかった。和樹は憎いが、義父には情がある。そして10年、どんどん回復していく義父を、そばで支えられたことが誇りだ。私はまだ若い。まだ知らない世界をこの目で見たいし、まだ挑戦していない困難を乗り越えたい。歩みを止めない私を、きっと義父は優しく見守ってくれているだろう。